にちは。スピリチュアルの女神です。ツインレイやツインソウルの片割れが逃げてしまう、ランナーになってしまう理由や役割の一つには、互いに自身と向き合えるための時間を作るといったものもあります。ランナーとしては自身が向き合わなければならない、もっと自分を高めなければならないと考えているから逃げてしまうのですが、それがチェイサーであるもう片方のツインレイやツインソウルにも時間を作ってしまっているのです。魂のつながりが強い関係ほど、相手の中に自分の悪い一面や足りないものを自覚させられるような部分を見せられてしまいます。その足りないもの、悪いものに耐えきれずに、もっと釣り合う人間になりたいと強く感じた結果、己を磨き上げるためにランナーは逃げていく。そして一人の時間を強制的に持つようになります。逃走を選んだ方はもちろんですが、追いかける方もまた一人の時間を持つようになれば、嫌でも自身と向き合わなければならなくなるでしょう。逃走を選んだ方がどうすれば半身に釣り合うかを考え、追いかける方がどうして逃げたのか、なぜ離れなければならなかったのかを考えれば、互いに有意義に離れている間を使えます。お互いに己なりの答えを出して、嫌だと感じるものにも向き合えるようになる。トラウマやコンプレックス、そうした目をそらしたいと思っていたものも、ある程度受け入れられるほどの心のゆとりを持てる土台を築く、そのための時間を捻出するために逃げているとも言ってもいいでしょう。ランナーが逃げ、一方的に距離を置くことにより、チェイサーは嫌でも一人の時間を持ち、向き合わなければならないものに目を向けるようになるのです。魂のつながりがある関係性において、己と向き合い受け入れるのは不可欠な要素ですので、その機会を強制的に訪れさせるようにもなるでしょう。ランナーは後悔してボロボロになる理由、ツインレイやツインソウルでランナーの立ち位置になってしまった人は、実はチェイサー、追いかける側よりもずっと苦しみます。チェイサーはどうして離れていってしまったのか、自分の何が悪いのかを中心に思い悩みますが、ランナーの場合はもっと複雑です。サイレント期間に突入した後、離れたのが正解だったのだと己に言い聞かせて思い込ませようとするのですが、徐々にそれは違うのだと気づいてしまいます。人によって違ってきますが、ランナーはサイレント期間中に様々なトラブルに見舞われ、大事だったものが大事にしなくて良いものだった、頑張って保っていたものが必要ないものだったといった考えの転換に至るのです。逃げた後、仕事などに没頭してチェイサーを忘れようとしますが、逃げる理由に使ったものや、こうでなければならないと決めつけていた思考がバカバカしいものだったと一気に気づかされます。そのため戻るに戻れない状況が作り出されてしまい、自分がどうにかしてでも守ろうとしたものがあまり固執しなくてもよかったのだと答えを得た結果、精神的に不安定になってしまいます。大事なものがそれほど大事ではなかった、その答えは誰がたどり着いたとしても衝撃的です。世間体を考え、見栄を張り、どうにか自分をいいものに見せようと努力し続けてきたのであれば、なおのこと必要なかったと知って愕然としてしまいます。しかし結果として、元の自身を半身の前ではさらけ出しても大丈夫なのだと少しの安心感を得て、前へと進む糧にすることができるでしょう。ボロボロになってしまう要因が出てきますが、同時に前進するためのきっかけは
必ず出てくるもの。ランナーたちがボロボロになって後悔してしまう理由の一つには、離れた後の努力の方向性も関係しています。どうにか離れたいと強く思っていても、心の底から嫌って離れようとしているわけではなく、実際は離れたとしても片割れに見合う自信でありたいと思っているのです。そのため離れた後もとにかく努力をして、もう一度会えた時に見劣りしない何かを得ようとします。中でも多いのが、仕事や自分磨きのために時間を使い、より多くの成果を得ようとするもの。頑張れば頑張った分だけ恩恵があるものですので、力を入れておいても全く無問題と思われがちですが、実はその努力が的外れなものである場合もあります。離別期間の最中、ランナーが努力するべきなのは、自信を持てる自分になるだけでなく、嫌な部分を受け入れられるようになる力をつけるところ。仕事で自信がつくのなら全く問題はないのですが、ただ逃げているだけなら無駄な努力です。また自分磨きにおいても、相手に愛されたい、受け入れてもらいたいと思った結果、自身が変えたい、より魅力的にしたいと考えていた箇所を磨くのではなく、片割れの好みにのっとった磨き方をしてしまったのなら、それは自分らしさを手に入れるわけではない、方向性を間違った努力になり得ます。自信を持って片割れのところに戻れる己になる。片割れを見ていて辛いと思っていた箇所を受け入れられるような強い精神力、もしくは広い心を持てる努力をしなければならないのです。そしてその努力が無駄だと分かった時には、もうあらゆる気力を使い果たし、ボロボロになっている時でしょう。ふとした時、または別れた片割れの元へ帰りたいと思った時に、この努力って本当に必要だったのかと考え、その末に全く必要ない方向での努力だったのだと気づいた時には、もう気力もなく、いろいろな面がボロボロになってしまっているのです。ツインレイやツインソウルのランナーたちが逃げた後、ボロボロになって苦しんでしまう理由には、他にもより多くを求めてしまうといったものもあります。逃げた際にランナーたちの心に潜んでいるのは、チェイサーである相手への恐怖、努力不足への呆れ、焦燥感が多いのですが、中には物足りなさ、もっと欲しいと求める心も含まれているのです。特に己が片割れに見合わないと感じているのであれば、なおさら釣り合う人になりたくて、あれもこれもと様々なものを欲しがります。綺麗な見た目、仕事のできる器量の良さ、他にもいろんなところを補って理想の自分になりたいと思うでしょう。その結果、欲しいものがたくさんありすぎて求めすぎてしまい、余計なところで努力する、気を張って世間体を保とうとするなど、緊張した状態を維持してしまい、最後には疲れ果ててしまいます。もっと頑張らなければと考えてしまうでしょうが、その足りないものを補おうとする必死さがランナーを疲労させ、ボロボロにさせてしまうのです。以上、いかがでしたでしょうか。皆様のご意見、ご感想をどしどしお待ちしてます。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。